ホテル日光サイパンはかつてアメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパン島にあったジャルホテルズ参加の高級ホテル。1980年代当時の日本航空はサイパン便も運航しておりサイパンの観光開発に熱心であった。そして1988年4月1日に開業したのがホテル日光サイパンである。 クルーズボートをイメージした建物は、クメ設計が設計を担当した。ロビーホールは吹き抜けになっており、その南北に客室棟が建てられていた。客室は全室オーシャンビューである。近隣のラフィエスタサンロケ、ショッピングプラザには、ジープニーによる送迎サービスもあった。2005年6月には、秋人天皇、皇后美智子が行幸先の宿泊施設として、 当ホテルを利用した。しかし、景気低迷やリゾート目的の渡航先の多様化のためにサイパンへの渡航者が減り、これを受けて、同年10月に日本航空がサイパン便を取りやめたことから宿泊客が減り、経営的に厳しくなりやがて閉鎖。翌年には道路を挟んだ向かいにあるショッピングモール、ラフィエスタ3ロケも閉鎖した。2008年2月1日、 ジャルホテルズから離脱して、パームスリゾートサイパンに解消したが、2016年には、大韓民国のイーランドグループに経営権が移り、同年7月、ケンジントンホテルサイパンに再解消している。ありがとうございます。